本日のロブロックスはヌーブ君とアスレチック対決をやろうと思います。それぞれアスレチックを作って完成したら相手のアスレチックに挑戦しましょう。絶対に負けないアスレチック作るからね。お、気合十分だね。それじゃあお互いに負けないように頑張りましょう。よし、僕は意地悪アスレチックを作ろうと思います。とりあえずまず足場を作らないとね。ビヨーンと伸ばして定番の障害物の溶岩を置こっか。設置してと溶岩をぴょんぴょんと越えたらチェックポイントにしよう。チェックポイントを置いた理由としてこの先に意地悪トラップを作るからです。まず溶岩を地面に敷きます。そして溶岩だとバレないようにするために地面の色と同じ色にしちゃいます。逆に普通の足場の色を赤色にすることで溶岩にカモフラージュしちゃいました。最初は赤いブロックを避けて進むんだけど、こっからは赤いブロックの上を通るっていう風になってます。そしてまたチェックポイントを置きましょう。次は足場が消える仕掛けを使いましょう。この罠をそのまま使ってしまうと絶対に普通にクリアされてしまう。これは改造が必要だね。足場の一つを溶岩に変えちゃおう。そしてバレないように溶岩の色も黒くしよう。さらに溶岩に水かけた普通のブロックも置きます。正解のルートは赤いブロックの上を通らないといけないようになってます。ただこれだと最初から赤ブロックにヌーブ君が行っちゃう可能性があるんで、そうならないように赤色は危険って看板を作ります。これでヌーブ君は黒いブロックの方に行くはず。そしたらこうやってやられると、よし、完璧な作戦だ。そしてまたチェックポイント置いてと、次のトラップは溶岩の上に足場を置いていきます。ただしこの足場絶対に渡れないように3つのブロックは本当は溶岩になってます。クリアできないのはダメなんで、そしたら横に正解の道である透明の抜き道を作ります。透明の道は両サイドに作りましょう。こう言って渡ると絶対に死ぬと。だから黒いブロックは途中で降りて透明の道を通ると、そしたらゴールできます。あとノーヒントだと無理なんで、さっきの看板では嘘の情報を書いたんで、こっちはあえて本当の情報を書きます。意地悪でしょ。最後にゴールの看板を書いたら終わりです。これで意地悪アスレチックが完成しました。このアスレチックが面白そうだと思ったらチャンネル登録よろしくね。さて、それじゃあヌーブ君の様子を見に行きましょう。あ、ヌーブ君だ。自信作ができたよ。僕のステージから挑戦してよ。わかった、楽しみだね。よし、それじゃあ行くよ。ゴー、トーと、お、いっぱい溶岩があるね。え、ヌーブ君ちょっと待って、これさ、罠このワンパターンだけ。ヌーブ君マジか、全然楽勝なんだけど。あ、あー、最初からやるのきつい。意外と手強いかも。でも気をつければなんてことない。気をつけて気をつけて。ゴー、ふう、やったぜヌーブ君。頑張って作ったのにあっさりクリアされちゃったよ。次はヌーブ君に意地悪アスレチックを挑戦してもらいます。意地悪されても頑張るよ。僕のステージ簡単にクリアできるかな。よし、それじゃあ早速やろう。位置について、よーい、ドン。よし、行くぞ。簡単だぞ。あれ、ヌーブ君混乱してるね。赤い部分に当たってないのになんで。アスレチックがちゃんと作れてないよ。ヌブ君思い出して、意地悪アスレチックって言ったでしょ。いや、全然わかんないよ。赤い部分が正解の道になってる。本当に意地悪だよ。ごめんごめん、でもヌブ君頑張って。赤色は危険って書いてあるけど、なんだかよくわからなくなってきた。とりあえず進んでみたらいいんじゃないかな。もうなんで。赤色は危険っていうのも嘘なのかな。やっぱり赤色が正解の道なんだ。ヌブ君、ゴールはもう少しだよ。空中は落下しないってどういうこと。落ちないわけないんだけど。あ、ヌブ君、罠ばっかりでごめんね。今度は看板を信じてみるのはどうかな。空中歩けるってこと。あ、ヌブ君、その手前じゃなくてさ、溶岩があるあたりで空中落下してみたらいいんじゃない。どういうこと。本当に落ちなかった。ゴールできた。ヌーブ君ゴールおめでとう。さすがにこのアスレチック対決僕の勝ちでいいよね。今回は僕の負けを認めるよ。
やった、僕の勝ちです。イエーイ。アスレチック作ってきたんだ。あ、確かにね、後ろに立派なステージが作られてるね。ぜひ遊んでみてほしいんだ。じゃあまずはヌーブ君のアスレチックをプレイするから、その後に僕もアスレチック作るよ。アスレチック対決しよう。いいね、アスレチック対決頑張ろう。早速僕のステージに挑戦してよ。来て来て。それじゃあ失礼します。お、空の色が変わった。雰囲気作りが大切だからね。ヌーブ君のプロ意識を感じるね。僕は上から見守ってるから、お好きにどうぞ。頑張って。それじゃあ気にせずにアスレチックを進めるね。まずこの緑は何なんだ？それはただのチェックポイントだよ。オッケー、死んでもここに戻ってくると。ステージのメッセージが書いてあるんだよ。全身あるのみ。なんか意味深なんだけど、特に意味はなさそう。左と右に道があるね。どうしよっかこれ。右にしよっか。オッケー、待ってるよ。と、マグマなんて楽勝だぜ。え、ちょっとヌーブくん、このアスレチックミスってるよ。そんなことないよ。道がなかったんだけど、絶対これミスってるよ。と、あれ落ちない。ほら、ミスってなかったでしょ。ヌーブくんごめん、ミスってなかったよ。完全に騙された。あれ、左側に来ちゃった。どういうこと。ほらほら、こっちだよ。そっち行ってもスタート地点に戻るだけじゃない。ちゃんと僕これ進んでんの。とっ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 、うー、渡れた。やるね、おめでとう。でもさ、元に戻っただけなんだけど。どういうこと、これゴール。ちゃんとゴールあるから終わりじゃないからね。え、どういうこと。本当にゴールあるのか。本当にクリアできんの。ゴールのヒントはちゃんとあるからね。え、待って、全身あるのみ、これ怪しいよね。明らかにこれがヒントだよね。え、どういうこと。あ、通れた通れた通れた。あ、ゴール、ゴールおめでとう。やったよヌーブくん。ヌーブくん難しかったよこれ。僕のステージ面白かった。面白かった面白かった。手は込んでたね。僕もヌーブくんに負けないようなアスレチック作るよ。楽しみに待ってるね。それじゃあアスレチック作り始めよう。何やともあれ、まずは足場から作らないとね。ちょっとこれ大きすぎか。小さくしてと。床がこのままだと寂しいから、ちょっと素材と色も変えよう。よし、ちょっとピンクっぽくして OK かな。そして壁で仕切って3本の道を作ります。その後道を隠すように壁を作ると、壁のパラメーターをいじって編集します。そうするとヌーブくんがしたように壁が通り抜けることができるんです。ヌーブくんのアイデアを使わせてもらおう。それじゃあ不正解の道から作っていきましょう。ってことで一番右へ。右の道には溶岩を置こう。定番の罠だね。右に入ったらすぐ溶岩があるんだけど、ぴょんぴょんと溶岩を越えていった先には足場がなくなっているっていう罠です。真ん中も不正解の道にしよう。正解の道だ、やったーと思わせておいて空中落下すると、完璧な罠だ。左は正解の道にしよう。左には線路を置こっか。カートで先に進むようにしたら面白いかな。ただここも不正解の道と思わせるために線路の途中に溶岩を置いちゃいましょう。そして溶岩のダメージは即死しないように設定しよう。即死じゃなければ溶岩を通り抜けられるはず、多分。最後に向こう側にも壁をしてと。 OK。ただ最初に左の道に行かれたら困るから、右から順に行くように誘導しよう。どうすればいいかって、看板をつければ誘導できるはず。ひねくれ者なら逆に3番から行きそうだけど、ヌーブ君は素直だから数字順に進むはず。試しにカート乗ってみよう。出発進行。あれ、1ミリも動かないんだけど、なぜ。カートの位置が良くないのか。カート右に寄ってんな。よし、線路の真ん中にスポーンするようにしてと。オッケーか。あ、動いた動いた。ああ、あれ、通れねえ。溶岩を貫通できるようにしてと。よし、ゴー。オッケー、先に進めるね。この先にはでっかい階段を作ろう。
こんな感じでいいかな。でもただの階段だとつまらないから、ここにもトラップを置こう。階段の下に溶岩を設置してと。それでヌーブ君がボタンを踏んだら溶岩が下から上がってくるようにしよう。よし、設定完了。まずボタンを踏むじゃん。あっ、溶岩早すぎるよ。溶岩の移動時間をちょっと遅くしよう。ボタンを踏んだら溶岩が来ると。で、階段を登って逃げるんだけど、上は行き止まりで何もないと。逃げ場のない完璧なトラップだね。脱出方法は階段のそばの壁をすり抜けて脱出すると。一応ここに全身あるのみって看板をつけてるから、ヌーブ君はきっとわかるはず。で、あとは両サイドに壁を作って見た目を整えると。まあ、こんなもんでしょう。なかなかいい感じじゃない。最後にゴールエリアを作れば完成。ヌーブ君、僕も頑張ってアスレチック作ったよ。楽しみだ。さ、どうぞどうぞ、楽しんで。頑張ってクリアするぞ。僕は上から見てるから頑張ってクリアしてね。いきなり壁しかないんだけど、僕と同じ通り抜ける壁なのかな。どうかな。まあ試しにやってみなよ。じゃあ1番から行ってみようかな。どうぞどうぞ。うわ、いきなり目の前に溶岩だよ。いきなり死ななくてよかったよ。ほう。あ、でも意外と簡単かも。道がないんだけど、僕が作ったみたいに実は見えない道があるとか。さあどうだろうね。ああ、クリアできないよこれ。まあまあ、ヌーブ君、続けて頑張ってみてよ。じゃあ2番に行ってみるね。あれ、向こうに壁が見えるだけだよ。ああ、ヌーブ君めちゃくちゃ素直に引っかかってくれるな。罠を作った甲斐があるよ。正解は3番なのかな。まあ行ってみればわかるさ。カートに乗ると、目の前に溶岩があるんだけど。あ、ヌーブ君こうサードしてる。これは予想外だよ。これ大丈夫なのかな。どうだろうね。無事に通れたよ。やった、正解の道を通ったね。おめでとう。もうちょっとだよヌーブ君。よし、階段登るぞ。溶岩が、僕は見えないけど溶岩ちゃんと動いてんだ。よかった。今度こそ登りきるぞ。ヌーブ君頑張れ。うおお、頂上に何もないよ。ゴールはもう少しだよ。よく見たら全身あるのみって書いてある。絶対あそこが怪しい。お、ヌーブ君気がついたかな。ジャンプ、ゴールがあった。お、やった、ヌーブ君ゴールおめでとう。ありがとう。僕の作った謎謎アスレチックをヌーブ君に挑戦してもらいます。ヌーブ君が全問正解できたらプリンあげるよ。やった。ヌーブ君に頑張ってほしいと思う人はぜひチャンネル登録、高評価よろしくね。応援よろしくね。せっかく作ってもらったけど、あっさりクリアしちゃうよ僕。それじゃあ早速挑戦してもらおうか。 GO! まず第1問、パンはパンでも食べられないパンは。こんなの簡単すぎるよ。まあさすがにこれはわかるよね。一瞬でわかっちゃったよ。正解の文字を踏んでいけばいいの。そうそう、正解の文字を選んだら次のステージに行けるから。フライパンが答えだ。簡単だね。さすがにこれは簡単すぎたね。チュートリアルみたいなもんだから。第2問からが本番だよ。それは楽しみだね。お父さんが時計を見てる、何時かな。いきなり難しくなったね。でしょ。何時なんだろう。ぜひみんなもヌーブ君と一緒に考えてみてね。適当に踏んでいけばいいかな。あ、ヌーブ君言い忘れたけど、一つの問題につき挑戦権は3回までね。じゃあ適当にはできないか。あ、僕分かっちゃった。え、なになに。ここの文字列、マッサージって書いてある。ここが正解のルートだ。うわぁ。ヌーブ君引っかかったね。ちゃんと正解を当てないといけないね。頑張ってみてね。今度こそ分かった。親父が正解だ。お、やるね、ヌブ君。2問目の正解は親父でした。でも3問目はもっと難しいよ。キノコをノコギリできると何になる。どういうこと。ヌブ君これは難しいよ。わかるかな。ノコギリできると2つになるよね。まあどうだろうね。2個かな。あれ、ちょっと難しいよ。ちょっと考えてみるね。
考えてみて。ヌーブ君すごい考えてるな。どうヌーブ君、ギブアップする？あれ、ヌーブ君返事がない。わかったよ。あ、ヌーブ君わかった？ひらめいたよ。ヌーブ君返事がないから心配したよ。ごめんごめん、ちょっと集中してたんだ。ノコギリはノコを切る、つまりキノコからノコを切ると木が正解だ。お、ヌーブ君やるね。なかなかボケないからちょっと心配したよ。ちょっと考える時間が必要だったのさ。次が最終問題だよ。あっさりクリアして悪いね。第4問、時計は何時？これわかるかな？どういう意味だろう。しばらく考えてみるね。あ、いいよ、考えてみて。ヌーブ君今回はどうかな。やっぱり最終問題だけあって難しいんじゃない？ヌーブ君、いや、考えるのに集中したからといって声が全く聞こえないってことないよね。わかったよ。また返事がなかったらどうしたの？集中しすぎちゃってさ。いや、集中したからって声が聞こえないってないよな。この問題の意味は、時計は何文字って意味なんだよ。正解は3時だ。ついにヌーブ君に全部クリアされたか。結構時間かかったんだけどな、作るのに。いや悪いね、僕の頭脳だとあっという間だったよ。ヌーブ君さ、たびたび返事がなかったけどさ。うん。実はネットで答えを検索したりして。そそ、そんなことないもん。へへへ、変なこと言わないでよ。え、ごめんごめん、別にそんな本気で疑ったわけじゃないんだけど。失礼しちゃうよ。でも今回の勝負は僕の勝ちだね。露骨にそんな動揺されるとなんか怪しい。それじゃあ僕プリン食べてくるよ。なんか納得いかないな。やっぱりヌーブ君ズルしてたんじゃないのか。この疑惑を確かめるためにネットで難しい謎々を調べてヌーブ君にもう一回挑戦してもらおう。この謎々学園ってサイト良さそうだね。高校生レベルの難しい問題を出そうと思います。早速新しい謎々を2問ほど用意しました。ヌーブ君呼んできて様子を見てみましょう。またどうしたの？いや、ごめんね、ヌーブ君。さっきあっさりクリアされて悔しかったから、もう一回別の問題に挑戦してもらえない？いいけど、今回もクリアしちゃうよ。それはどうかな？それじゃあやってみてよ。はいよ。大声を出したら食べられない弁当は？ちょっと難しそうだな。お、ヌーブ君、今回は難しそう？少し考えてみるね。また返事ができなくなりそう？集中すると人の声聞こえないんだ。やっぱりヌーブ君ちょっと怪しいな。返事ができなくなるなんてゲーム以外の別の何かをしてるとしか思えないんだけど。僕わかったよ。あ、ヌーブ君戻ってきた。シャケ弁が正解だ。ヌーブ君どうしてわかったの？突然ひらめいたんだよ。次の問題を見てみよう。ヘビのパンが売ってそうな国は？よし、また考えるぞ。やっぱり怪しいけど確信はないしな。ひらめいたぞ。わかった？蛇の漢字は茶と読めるんだ。つまりジャパンだから正解は日本。いやでも結構難しいと思ったんだけどな。まあ高校生レベルは簡単だったかな。え、高校生レベル？ヌーブ君も謎々のサイト見たの？よくわかんないや。それじゃ僕帰るね。やっぱりヌーブ君ズルしてました。ヌーブ君ズルしたことを認めないのでちょっと意地悪しちゃおうかなと思います。早速意地悪問題を2つ用意しました。まず1つ目はこれです。この文字化けしてる問題文特に意味はないです。ヌーブ君が答えを検索しようとしたところで一切何も情報は出てきません。そして当然ここの文字も全部が不正解です。ちょっと意地悪すぎたかな。そしてこの端っこだけ空中を歩けるようになってます。2問目がこれです。ヌーブ君が謎々を解く方法は？という問題です。この問題の答えはカンニングが答えになります。つまりヌーブ君がこの答えを解けたら答えを調べてたことを自分で自白するっていうトラップです。なかなか意地悪な問題でしょ。早速ヌーブ君呼んでいきましょう。これで3回目だよ。
この問題クリアできたら、もう一つプリンあげるから。頑張ってこの問題も解いちゃうよ。よし、ヌーブ君やってみて。全然意味がわからないよ。問題文を解読することからクイズだよ。難易度上がりすぎな気がするけど、考えてみるよ。はいはい、考えてね。ヌーブ君まだ？答え全然見つからないよ。問題がおかしいんじゃないの？え、見つからない？じゃなくて、ひらめかないよ。しょうがないな、ヌーブ君。答えがわからないとき用の特別措置があるから、こっちこっち。ここに透明の道があるから、通ってきて。すごい助かったよ。次の問題でリベンジするよ。ヌーブ君が謎々を解く方法は？これって謎々なの？まあ一応問題だね。ヌーブ君、自分の行いを思い返してみて。僕の行い？ヌーブ君、これまでどうやって問題を解いてきた？今度こそひらめいた。答えはカンニングだ。ほら、ヌーブ君、やっぱりカンニングしたんじゃないか。ごめんなさい。うわぁ。ごめん、出来心だったんだよ。まあ、よく考えてみれば、これまで僕も結構ズルとかしてきたから。確かに。おあいこってことにしましょう。これからも時々はズルとかドッキリしながら遊んでいこっか。うん。